はい令和5年第2回担当式本試験管理会計論の公表と解説の方を始めていきたいと思います担当はレックセン人講師日本屋ですどうぞよろしくお願いしますはいえー、皆さん本試験お疲れ様でしたまあ今回の管理会計論についてまあ簡単に振り返っていきたいと思いますまあ管理会計はねまあいつも言ってるところではありますけれどもまあ時間との勝負というところもねかなりまあ大きな要素としてはありますんで。 まあ受ける前に相当ね、まあ、緊張感を持って臨まれた方が多かったのではないのかなと思うんですけども、まあ、今回の本試験全体の難易度としてはねその前回の12月の試験よりも難化しているというところで、まあ、大体その12月の試験ぐらいのレベル感っていうのをね想定されていた方にとっては、まあ、今回難しいなというふうな、ね、印象を持たれた方が多かったのではないかと思います、まあ、特にね問題1と問題2っていうところがあまり気持ちよく回答できるような問題ではなかったということもありまして まあそれ以降の立て直しというところただまああのー、いつも問題1問題2っていうのはね割とまあ難しめの理論と計算っていうのが用意されてくると、まあ、原価計算の総論的な理論と非目別計算の計算問題というところで、まあ、ここは割とね担当の試験においては鬼門となってくるところなのかなと思いますので。 まあそこをまあ気持ちよく解けなかったとしてもね、それ以外のところで得点すればいいやっていうね、普段からそういった感覚を持たれていた方であれば、まあ、これいつも通りでしょと言いますかね、あのまあ、このパターンねっていうふうにあの後ろの問題についてはあ,のある程度平常心というところを維持してね、まあ、回答することもできたのかなというところですね。はい ま,あまた分析会の方でねあの各問題のまあ細かなねあの詳細な分析っていうところはあの取り扱っていこうかなというふうには思いますけども、まあ、とりあえずまあ今回ですね、まあ、簡単な公表とあとまあ各問題のまあ簡易的な解説っていうところを進めていきたいと思いますちょっと画面切り替えますけど一応簡単に各問題に対するですね、まあ、コメントと正当可能性っていうところをね載せています、まあ、高中低の3段階評価になっていますね 目標点数としましてはこちらですね59.6点ということでいつもねやってる計算ではあるんですけども正当可能性候ものには正当率80%中ののには50%低ののには20%っていうのを掛け算して期待値を求めれば大体6割ぐらいっていうのが一つの目安になってくるかなと思います前回よりも随分難化しているかなという印象ですね まあ、とはいえねあの絶対に解けない問題っていうところが用意されてるかというとそういうわけでもないとまあ問題の14についてはねこの業務的意思決定の問題についてはなかなか初見で正解するっていうのは厳しいかなと思うんですけども、まあ、それ以外はね時間無制限であれば決してまあ解けないというレベルの問題でもなかったのかなとは思いますんでね。 まあしっかりと自分が着手した問題時間を割いた問題そこをねあの正解できたかどうかっていうのがやはりねポイントにはなってくるかなとは思います。はいまあ、各問題ねちょっと一緒に見ていきたいと思うんですけどもまず問題1ですね、まあ、原価計算のいつも通おり、まあ、理論というところになりますけど、まあ、正当可能性は中という評価になりまして「糸」が正解で。 4番が正解ということになります、ね、で、まあ、この問題ですね、まあ、ちょっと見覚えがないようなね、まあ、理論問題だなという印象を受けた方が多いと思うんですけども、まあ、原価計算基準に関するね理論問題が、まあ、問題1では通常出てくるんですけども、まあ、この問題もそうなんですけども、まあ、基準のまあ内容とそれと合わせてねあの試験員の先生方というかこの作文者のね、まあ、そういった解釈っていうところの正誤判定っていうところが問われてきているので。 基準の文言そのものっていうところをね当然理解してないと解けない問題でもあるんですけどあのしっかりとそれに付随したね内容っていうところをちゃんとわかってるかどうかっていうのが問われてますね。まあ,あについてはね、まあ、これまあ気づいてほしいかなと思うんですけども、まあ、この就業時間から手待ち時間を差し引いた実動時間これ段取り時間と直接作業時間から構成されていると、まあ、書いているわけですけども。 あのーまあ、これ当然間接作業時間なんかもね、まあ、含まれてくるものになりますんで、まあ、段取り時間加工時間この合計が直接作業時間ということになりますので、まあ、それと間接作業時間というところの合計、まあ、これが実動時間ということになりますから、まあ、実動時間の定義が違うというところですね、まあ、計算のちゃんとね対策をやっていた方であれば、まあ、ここでなんとかね間違いの足であるってことに気づけたのかなとは思います。 原価計算基準に準拠してるねここのまあ3行目までの記述っていうのは特に間違いはありませんので、まあ、最後の最後ここが間違ってると気づけたかどうかですね。はい、で選択肢の「イ」については特に問題のない記述なんですけども、まあ、ABC の話が出てきていてそもそも原価計算基準に ABC って何も言及されていないわけですから、まあ、ABC なんかそもそも規定としてないでしょうというところで×罰足をつけてしまった×罰をつけてしまった方もいらっしゃるかもしれないんですけども。 あの別にこれは原価計算基準にねあの準拠していなくても理論的に別に正しければ問題はありませんのでね原価計算の理論に照らしてっていうふうに書いてますからねだから基準には ABC は特に書いていませんけども、まあ、ここの後半の記述についても特に間違いはありませんのでね、まあ、E については正解と判断することになりますまた U についても特に問題のない記述ということになりますね まあこれもちょっとねあの3行目以降っていうところがあまり見覚えのない記述になってると、まあ、そういう印象を持たれた方が多いとは思いますけども、まあ、特に内容的には問題がないというところで正解ですで。選択肢の A についてはちょっと悩ましかったのかなと思うんですけど、まあ、これも基準の6番からね始めあめ規定を引っ張ってきているわけですけども、まあ、この一番最後のね棋譜のところが間違いという判断をすることになります。 まあ原価計算担当者にとっても物量こそが管理すべき変数となると言っていますがまあ製造現場の人間にとってはね物量こそっていうのが管理すべき変数というねそこの記述は正しいんですけれどもまあ原価計算の担当者っていうのはまあ原価をね当然計算するわけですからまあ金額っていうところに着目をしていく必要性がありますんでねまあ物量的な改善っていうところがまあ金額的な改善につながっていくというところで最終的にはその金額に着目をしていくことになりますんで。 物量こそが管理すべきっていうねここの表現はちょっといただけないというところで罰だというう判断がができたかどうかどまあんとなくねあと絵が誤りであるっていうふうに、あのー、気づけた方は結構多いとは思うんですけどもあまり気持ちよく解けない問題であるっていうところで正当可能性は中と評価しています。はい <laughs> まあ実際にはこちらが想定しているよりはね正答率はもしかしたらこの問題はまあ高いのかなとは思いますんでどっちかというと中寄りのこうなのかなとは思いますけどもまあ文章も長いですしねまあこれは最悪できなくてもしょうがないかなってレベルではありますかねはいで次の問題の2日目別計算でこれまあちょっと意地悪な問題ですね <laughs> まあ労務非会計の問題なんでね割と積極的に解きに行っていいテーマではあるんですけどね まあ過去にね類題っていうのもありますしまあどこかで申し上げた方は思うんですけども非目別計算の問題で基本的にねその,論点っていうのがつ切りにににになっっててていいいいいるもものについては割とと積極的解思うんですよまあ材料非会計とか労務非会計とかまあ製造間接非会計とかっていうふうにまあ分野が絞られている問題についてはねそんなに一問の難易度っていうのが上がることはまなんでね非目別の難しい問題っていうのはやはりその集計を伴うと。 売上原価を計算しなさいとかですねそういったところが問われた時っていうのは結構めんどくさい問題が多いわけで、まあ、それ系は地雷になることが多いでねあんまり解きに行く必要性はないのかなと思うんですけどもまあ、こういう分野が物議になっているものっていうのはね構造的には難しくはないんで、まあ、資料を落ち着いて読めるかどうかまあ、それにかかってくるかなとは思いますで今回のポイントになってくるのはもうここが全てですねこの定時間内の作業時間と残業時間ですねこの 合計が要は就業時間ということになるわけけですけども就業時間この就業時間から間接作業時間と手待ち時間っていうところを引いたものがこれが直接作業時間になってくるわけですよこの定時間内の作業時間っていうのが全て直接作業時間であるっていうその錯覚に基づいて計算すると答えが出ませんので割とそのミスをしている受験生多いんじゃないかなと思います。 まあこれはね慌ててるとミスってもしょうがないというかまあ意地悪だなと思う正当可能性も定、まあ、にしてもいいのかなってレベルの問題ですね初見だとなかなか正解は難しいと思いますただまあここに気づければね問題としての難易度はそんなに高くはありませんので構造的に難しいわけではありませんから一応正当可能性は中という評価になりますけどまあどっちかというと定寄りの中かなって感じです、はい <laughs> ででできなななくててももこれもしょうがないかなってレベルですで。一応まあ回答として、まあ、あの計算過程とかも示しておきたいと思いますけども、まあ、一緒に見ておこうかと思いますが、まあ、例によってもうね解説は、まあ、いつも通りといってもね皆さん初めてあのこの公表とかも見られる方が多いのかなとは思いますけども一応まあ計算の解説はもう作り終わっているのであのご覧になってもらえればとは思うんですけど、まあ、こちらのまず当月支払額ですけども。 まあこれはまず直接口についてはねこの4月21日から5月20日までの給与計算期間に着目をする必要性がありますこの定時外の作業時間と残業時間そこから計算される基本給と、まあ、残業手当、まあ、その合計っていうのを求めれば空欄あの金額を算定することができますあ空欄あの金額のねベースになる直接口の当月の支払い額を計算することができますねそこにこの間接口の4月21日から まあこの5月25日の支払額、ここの合計ですね、まあ、66 6, 万6450と204万5040、ああごめんなさい、こっちこっちの204万5040、これが支払い賃金ですね、すみません、この金額っていうところを足してあげればいいですね、失礼しました。まあ、これも支払額にになってますからね普通に 5月25日に4月21日から、まあ、この5月の20日まで働いた機関に対する賃金の支払い額がこの24万5040円というのが示されているので、まあ、間接口の支払い賃金は示されていますからこれそのまま集計してあげればいいですね。だからまあ計算過程としてはこうなりますよと、まあ、直接口についての支払い賃金がこちら、まあ、間接口の支払い賃金この両者の合計2140万600円というのが空欄ー,ーの回答ということになります。はい、で次は 当月未払いですけども、まあ、間接口はね当月未払いこちらの60万900円っていうのが示されているので直接口の当月未払いすなわち5月21日から5月31日までの、まあ、この労働力提供の対価、まあ、そこを計算してあげればいいと4080時間と1108時間ですね、まあ、この時間に対する基本給と下給金っていうところ残業手当っていうところの合計を求めてあげればいいので、まあ、こちらですね算式としてははい。 まあこの直接口の当月の未払い賃金ここに間接口の未払い賃金を加えた672万1700円っていうのがクーラの回答ですでまあの計算ができて「う」が計算できないことはないと思いますんで、まあ、前月未払いも全く同様、まあ、この4月21日から4月30日までの、まあ、この提示内の作業時間と残業時間のこの、まあ、合計の時間に対する基本給と残業手当。 まあそれと間接効のこの見払い部分ですね。まあ両者合算してあげて。七百八万七千四百十円っていうのが空欄の回答ということになります。あ空欄 A か、すみません、空欄 A ですね。で空欄を、これ直接労務費。金額計算すればいいわけですけども。減価計算期間、この五月一日から五月三十一日までの直接労務費を求めてあげればいいので。 直接作業時間というのはさっき申し上げました通りこの定時内の作業時間と残業時間の合計のこの就業時間から間接作業時間と手待ち時間を引いたものになりますんでね、まあ、計算過程はこちらになりますね、まあ、ちょっと煩雑ではありますけども直接作業時間は1万3542時間というのが求まりますんで、まあ、これに1120円の陳列を乗じれば空欄をの 回答を求めることができますね直接労務費を算定することができます。で次に空欄化ですけども製造間接費、まあ、間接労務費の金額を求めていくわけですけども直接交間接労務費についてはこの5月1日から31日までの間接作業時間と手待ち時間そしてまあ残業手当ですねこれを集計してあげればいいとこちらですね。で間接工の 消費賃金、まあ、要支払い額というとうころになりますけども減、まあ、価計算期間における要支払額、まあ、こちらはこの当月の支払額に当月未払いを足して、まあ、前月未払いっていうのを引いてあげれば求まりますんでねこちらの間接工の要支払額減価計算期間における要支払額を求めて直接こ間接労務費と合算すれば、まあ、こちら586万7850円っていうのが求まります。はい で賃金勘定出来上がったものをお見せするとこちらになりますよとよろしいでしょうか <laughs> まあこの問題解ければねかなり幸先がいいですよね相当解けている受験生は少ないかなとまたねこの手の問題で回答が一番になることっていうのはね確率的にはそんなに高くはありませんのでね まあ3番とか4番とかねその辺を選択された方が、まあ、結構多いんじゃないのかなというふうに思うんですけども、まあ、問題については正解できている方は、まあ、相当少ないかなというところです。はい、で次の問題3こちらはね、あのー、難易度は高くない理論問題かと思います。<laughs> すいません。まあ、選択肢の「い」と「え」が誤りで「い、まあ」についてはね まあこれ機体実際、創業の定義がまあ明らかに間違ってますよね。利用可能な全ての時間を使って最高能率で生産を行った場合の生産量なんていうね、まあ、こんな定義ではありませんからね、まあ、これ明らかに間違いであるってことが分かるかとは思います。で選択肢の絵については、これもおなじみの話ですよね。過去に何度も類題っていうのがありますけども、まあ、この準固定費と準変動費が存在する場合、まあ、それを固定費部分と変動費部分に分解するか、あるいは、 まあこの固定費に分帰属させるかあるいは変動費に帰属させるかっていうここは選択適用なんでね、まあ、原則として何とか容認として何とかっていう、まあ、こういった引っ掛けっていうのは過去にもありますんでね、まあ、この原則容認関係で引っ掛けてくるっていうねこの点についてはねあの普段の学習から注意されていた方が多いのかなと思いますんで問題さんはねかなり正答率は高いものになってくるかと思います。はい これは正解ししてほしい問題ですねで次問題4個別原価計算これも平易な問題なんで正解してもらいたい内容だったかなと思います <laughs> ただまあ資料の2番がねちょっとまあ文字情報が多くてあんまり読む気がしないなというかね焦ってると、まあ、ここの読み取りミスってしまう方いるんじゃないのかなとは思います 落ち着いいて対応したいところですねこの問題なんかはあの素早く回答していけばねあの5分6分で回答できるのかと思いますけども、まあ、23分ね多めに時間かけてよりそこの正答率の方をね高めにいくっていうような形で進めてもよかったのかなというふうには思いますね。一応まあ原価計算表を作るとこういう形になりますんでね、まあ、この通りに。 まあ原価集計をね指し出し別にやっていただければ答えは出せますから、まあ、5番が正解ということになりますね、はいまあ、復習される方はね間違えた方はこちらをねちょっとご覧になって、まあ、画面止めて参考にされるといいかと思います、はい、で次の問題5番 まあこの問題もね構造的には何も難しくないただ資料の読み取りというかねちょっと資料の与え方があんまり綺麗ではないのでそこでまあ手間取ってしまった方が結構多いのかなと思います、まあ、状況がね分かりづらいじゃないですか初め一瞬読んでもね頭の中に入ってこないと思うので、まあ、2回3回と読んでああそういうことねっていうふうに状況整理ができるのかなと思いますからまあ、これもなんとか落ち着いて対応したかったかなってところではありますね正当可能性としては一応こうという評価になります まあ問題4よりはねちょっと難しいかなとは思いますけども落ち着いてやっていけば正解できない問題ではありませんのでね、まあ、第一工程においてね A 原料のこの完成品の原価っていうところをまず求めていく必要性がありますけども、まあ、平均法なんでこういった下書きに基づいて、まあ、第一工程完成品原価計算してもらえばこちらになりますよと98万5600です。 で第二工程についてはこれ区別総合原価計算を適用することになりますんででも製品 Y についてはね別に金額計算が何も問われていませんから、まあ、X のみにフォーカスをしていけばいいわけですけども、まあ、第2工程の計算はこういった形になりますよと。はいまあ、第1工程完成品のうち60%がね製品 X の製造のために投入されることになりますんで、まあ、そこを前提に計算進めてあげればいいと。 もうこの下書きにのっとって計算進めれば解答までたどり着けますんでね、まあ、特に子孫とか幻想もありませんし資料の読み取りが、ね、正確に行えたかどうかがとにかくポイントにはなってくるかなってところです。はい、<laughs> で次の問題6もう移っていきたいと思いますけども。 まあこれもなな理論問題かなと思います。まあ、6番が正解ということになりますがただ選択肢の「あ」についてはねこれは1回読んだだけだと間違いにちょっと気づきづらいのかなとは思います、まあ、この製品別計算のために加工費を集計する一定の製品単位をすなわち原価単位を定めると言っていますけどまあ当然ね製品原価の計算っていうのはこれはあの原料費と加工費の計算でね成立していきますんで。 加工費だけではなく原料費も集計対象に当然なってくるわけですから当たり前のことではあるんですけどもあの加工費っていうふうに書かれた時に、まあ、そうかなっていうふうに一瞬ねちょっと思ってしまうような内容になっているのかなとは思います。で選択肢の「E についてはこれも確実に正解できますよね。まあ、個別原価計算っていうのは当然原価集計単位はね製造差し裂所ってことになりますから基幹、まあ、生産量に原価を集計していくのは総合原価計算のみなんでね、まあ、これもおなじみの理論なんで。 イについては確実に間違いだっていう判断ができると思いますから、まあおそらくねこの後絵でちょっと悩んだ方がいるのかなとは思います。はい、イが間違いでウが正解っていうのはねほぼ確実に正解できると思いますんでね、後への正誤判断でまあどっちが正解でどっちが間違いかなっていうところでちょっとね悩む方がいらっしゃったかなっていうレベルだとは思います、はい。ただまあなんとかこれは正解してほしいかなってレベルです。はい。 で、次の問題7、まあ、これも正解してほしいですね。あと E が正解で、1番ですね。ま加、あ、重平均標準価格を使ったね、まあ、このぶどまり配合再分析、まあこれ自体ね、テキストの節例レベルの計算っていうのが分かっていれば、この記述は正しいってことがわかるのかなと思うんですけど、場合によってはもう花から切ってしまっていたという方もね、いらっしゃるのかなとは思いますんで、その方はなんとか U とへのね選択肢で、 一番が正解っまあ「う」については「価でではなく原価維持活動ですよねい」イについてはこれ正常原価の定義ではなくてまあ現実的標準原価の定義になっているんでね、まあ、いずれもはっきりと間違いであるっていう判断ができるかとは思いますんでたとえね「い」の計算方法っていうのを切っていた方であったとしても、まあ、十分正解できる内容だったのかなとは思います。はい で次の問題8標準原価計算の計算問題ですけどまあここ最近はずっとね標準原価計算の計算で難しい問題っていうのは問われていないのであのここは確実に正解できるだろうという想定のもとね望んだ受験生の方が多かったんじゃないのかなとは思いますがただいやらしいことにねこれ減損率っていうのがあまりきれいに示されていないんですよね。まあ、工程の終点で、 まあこの投入量の96%っていうのが完成品になっていて4%分インプットされた材料のうちの4%分っていうのがまあ正常減損として消えてなくなってしまいますよっていうデータの示し方になっているんで例えば1 0 0キロ材料を投入すれば9 6キロが完成品で4キロが減損として消えてなくなるわけですから減損率としては96分の4なんですよ完成品に対して正常減損が 4キロ生じるわけですからね9 6キロの完成品に対して4キロの減損が出るわけですから96分の4という正常減損率を使ってね標準減価カードっていうところを作成し仕掛かり品減価やあるいは再分析っていうのをやっていかなければいけないという内容だったんですね。だからこの辺りはね落ち着いて本当に対応できるかどうかですよね。 別に論点的にね知識が足りないっていう方は問題集とかをしっかりやられていた方の中にはいらっしゃらないとは思うんですよ。ちょっとこういう汚い数値になった時に冷静にね対応できるかどうかってところですね。そこがまあなかなか本試験でね、あのー、いい点数を取る方と、まあ、伸び悩んでる方のね大きな分かれ目になってくるのかなというふうに思うんですけどもなかなか改善が難しいところかもしれないんですが。 ま,あまた分析会の方でもねそういった話はしていこうとは思うんですけど結局のところこういったものに対してねああ解けないかもしれないなっていう風な不安要素を覚える方っていうのはやはりその基本的的ななな論点的な理解ってていいうところが足りてない可能性はあるんですよね100%この論点っていうのは自分のものにしているっていう自信があればね多少汚い数字であったとしても正しい計算過程っていうのを構築することはできるわけですから。 自信を持ってね、回答プロセスに進むことがががでできななないいいいっっててううののは、そういった普段のね、論点的な理解が足りてない可能性が高いわけですよ。まあ、受験生の皆さんが結局対策としてできることっていうのは限られていてね与えられた問題集っていうところがもう網羅的に作られているわけですから、まあ、それの習熟度を高めるっていう作業ぐらいしかね普段はやりようがないわけですからただその習熟度を高める反復作業の中でもねあのちゃんと本当に自分がその論点をね100%を理解しているかどうか。 ちゃんとその問題をね人に解説できるレベルで知識水準としてはブラッシュアップされてるかどうかですねそこをまあ確認する作業っていうのはねあのこういった問題に対して尻込みしてしまう方っていうのはねあの今後やってもらいたいなというふうには思いますね、はいまあ、とりあえず解説をしていこうかと思いますけど、まあ、第一歩で標準原価カードを作ると、まあ、こうなりますね、まあ、この物量標準の中に正常元素の余裕分を含めていきますんで まあこの4 8キロに、まあ、96分の100っていうところを掛け算すれば、まあ、この正常減損を織り込んだね物量標準を設定することができます作業時間も同様96分の100を3時間に掛け算してあげればいいと、はい、でも仕掛かり品の原価を計算するときにはここはもう加工費というくくりで計算してあげればいいので、まあ、特に分ける必要性ありませんからね 原料費と加工費というくくりで計算を進めてあげればと、OK、ということになります第一報で原価債の計算をしていく際にはね、まあ、この生産データを整理するときにまあ原損を度外視することになると、まあ、第一報ではねそういった原損っていうところを度外視するような形で標準原価の計算を行うことになりますんで。 まあ生産データから原すべてを度外視したこの当月投入量ここに着目して標準消費量とか標準作業時間っていうのを計算しそこから実際の消費量と実際の作業時間っていうところをそれぞれ引いて標準価格標準賃率を乗じてあげれば、まあ、数量債や時間債の計算を行うことができます、まあ、次に、まあ、仕掛かり品の原価の計算について、まあ、月初仕掛かり品この100単位に2500円掛け算して でこの加工換算量75体に対してこの加工費の原価標準ですね掛け算して合算してあげれば月初仕掛かり品の標準原価算定することができますしもう月末仕掛か,かり品も同様に計算してあげれば答えは求まりますんでね、まあ、この辺りは次第2法、まあ、第2法の標準原価カードっていうのは、まあ、これは非度外傷に対応した標準原価カードすなわちまあ完成品 単位あたりが負担すべき正常減損費っていうのを別立て表示をしていくとまあ、だからこういった形で標準減価カードを作ってあげればいいですよとでそれに付随して生産データを整理するときにもまあ、減損をこれは度外視をしませんのでねまあ、第2法で標準減価カードを作っていれば異常減損費っていうところを求めることができますんで、まあ、異常減損が何単位分なのかっていうところをねまあ、ついでに 計算しといてあげると、まあ、完成品3000単位に96分の4を掛け算してあげれば125単位っていうのが求まりますんでこれ正常減損ですね。まあ実際に生じた減損から125を引いた25単位が異常減損とってことになります。はいまあ、よろしいでしょうかね。<laughs> でまあ、異常減損費の計算も問われてますがこの1万3200正常減損費を負担する前のね、まあ、この承継欄の金額を掛け算してあげれば、まあ、いいだけなんでここはもうね標準原価カードさえ作成することができていれば特に計算は難しくないかなと思います。はい、で、まあ、数量差や時間差の計算なども、まあ、こちらの計算過程で求めることができますんでね、まあ、残りはまた各自で確認していただくといいかと思います。 まあ、とにかくここのね初めの設定全文ですねここを読み取れるかどうかっていうのがもうほぼ全てということになりますんでここの前読み取りさえできればこの問題は最後までたどり着けるかと思いますで次の問題9こちら、まあ、管理会見の基礎知識の問題でまあこれはちょっと難しい問題なのかなと思いますけどただ「あについてはね まあこれはもう典型的な話になりますから、まあ、個別計画を策定するための会計が意思決定会計で期間計画の実行と統制をしていくっていうところがこれが業績管理会計ということになりますんでね、まあ、管理会計の体系に関するもテキストにもね、まあ、思いっきり書かれている内容となりますから、まあ、これはもうねはっきりと罰であるってことが判断できるかとは思います。問題は、まあ、この「い」と「う」と「え」がね これがまああまり見覚えがないような選択肢になってくるので、まあ、あんまり自信を持ってね回答できたって方はいらっしゃらないのかなと思います。一応、まあ「う」が誤りってことになるんですが、まあ、意図へは、ね、何も間違いがないんでね「まあ、う」についてはね、まあ、これは中長期の経営計画が策定された後に企業戦略って書いてますけども、まあ、企業戦略っていうのが通常先に来るというところで。 まあこの企業戦略っていうのが先に来てその後中長期の経営計画っていうところがまあ来るとここのまあ前後関係っていうところが間違ってるというところですねただまあこれはどっちかというと経営学の知識というかねあまりまあ管理会計ではねあのー、そういった中心としては触れない部分にはなってくるんでねなかなか初見で正解するっていうのは難しい問題だったかなとは思いますまあ、あが間違いというふうな判断ができていればあと選択肢をちょっと絞り込んでね まあこの4番から6番の選択肢に絞り込んで、まあ、この3択のうちのどれかをね選んでいくことになるのかなとは思います。はい、で次の問題10、まあ、これはあんまり深く考えなければね難しくはない問題かなと思います。 A についてはまあ、これももうよくある典型的な話ですよねまあ、ROE を分解するとこの3つの財務指標に展開することができますよっていうのはお馴染みなんでここはもう確実に丸だと判断ができるかと思います E についてもこれは確実に×だってわかりますよね損益分岐点比率ではなくてこれ安全有率の記述になっているわけですから、まあ、はっきりと×だとわかるかと思います でちょっと不安に思うのが選択肢「う」なのかなと思うんですけども固定長期適合率が100%上回る場合であっても固定比率が100%以下となる場合があるって書いてますけどもまあ場合はないわけですよ通常ね固定長期適合率の方が、まあ、通常小さくなるわけですからね固定比率の方が小さくなるってことはないだろうと。 ただまあ深読みしてね、あのー、固定長期的合率も固定比率も普段は、ね、まあその分母に資金の調達源泉を取っているわけですけども分子,と分,子と分母を入れ替えて計算するっていうねそういった計算の方法もあるわけですよ。分子分母を入れ替えてきたない、えー、計算であればね、まあ、この選択肢の「う」っていうのは丸の足ってことになりますんでちょっとグレーな内容なんですよねこれってね。 だから最終的には、この絵で正誤判断をするしかないのかなとは思いますけど、まあ、絵についてはもう事業利益の定義が分かっているかどうかなんでね、営業利益に金融収益を加えたものが事業利益で、これは株主と債権者両方に帰属するですね、まあ、利益であると。まあ、特に問題のない記述であるってことで、まあ、絵は確実に丸だっていうね、そこの判断から3番が正解というね、最終的な結論をね、下してもらいたい、そういう内容だったかなと思います。はい よろしいでしょうか <laughs> で次の問題11、まあ、キャッシュサイクルの計算で、まあ、資金管理の問題についてはね計算問題が出てくれば大体難しい問題が出てくる傾向がありますんでねあんまり積極的に解きにいくような分野ではないのかなと思いますけどただキャッシュサイクルの計算についてはね出てきたら解きにいってもいいんじゃないのっていうね、まあ、そういったご案内は普段からやってたかとは思うんですがとはいえこの問題はちょっと難しいかなと思います。 まあ時間無制限で落ち着いてやればねあのそんなに難しい問題ではないとは思うんですけども限られた時間の中でね推定して回答に臨まなければいけないので一発で回答を出せた方は結構少ないんじゃないかなと思いますこの冬期末と時期末のね棚卸さんと仕入れ債務のこの残高の計算っていうのをまずやっていかなければいけないわけですけれども、まあ、冬期末の仕入れ債務、まあ、ここの残高 なんですが、まあ、これは冬期末の賞味運転資本2,500っていうのが示されているんで、まあ、これ売上債権と田野ロスさんの合計から仕入れ債務を引いたものになるわけですから 2,000+2,000 2000そこから仕入れ債務を引いたものが2,500なんで、まあ、ここは1,500であるってことがまあ計算できます。まあ、ここは特に問題ないかなと思うんですけど、まあ、問題はここですね。 時期末の棚卸し算ですねここが求まるかかどうかなんですよねここさえ求まれば別に仕入れ債務もこの時期末の賞味運転資本というところが分かっているわけでね今と同様の計算で仕入れ債務を求めることができるんですけどこの棚卸し算のところがね、まあ、この当期の棚卸さんの回転率のところからね計算していかなければいけないので、まあ、時期は棚卸さんの回転率を当期の1.28倍に設定していると。 だからまずは当期のタノスさん回転率ってていいうところを求めていく、まあ、具体的には、まあ、このタナロさん回転率の計算に際して売り減を使いなさいってことが書かれているので、まあ、この当期の売上原減価1万6,000ですね1万6,000これを分子にとってで分母に前期末と当期末のタナロさんの期中平均残高を取っていかなければいけないのでこの 1,200+2,000 割ることの2をしてあげたね。 1600っていうこの期中平均残高、まあ、これを分母にとって当期の棚卸資産の回転率っていうのを求めれば10回っていうのが求まります。まあこれの1.28倍がまあ次期の棚卸資産の回転率になりますので12.8回ということになります。 でこれが求まれば今と逆のプロセスをたどってあげればよくて次、まあ、期の売上限界1万6000これ12.8回で割り算すれば1250、まあ、これが次期の田のロスさんの期中平均残高なんでここ気をつけてくださいねここまでの計算はね分かった方もいると思うんですけど多分この1250をねここの数値だっていうふうに錯覚してしまった方が結構いるんじゃないかなと思いますこれあくまで期中平均残高なんでねこの 当期末の2000と時期末のここのアスタリスクの金額を合算して割るにした結果が1250なんでその関係から時期末の他のおっさんの残高を計算すればこれ500っていうのを求めることができますよとここは500ですと、はい、2000と500合算して割るにしてあげれば1250なんでね結構難しいですよね 落ち着いてあれば本当になんてことはないんですけども慌ててると本当に答えがなかなか出ない問題かなと思います。でこの売上債権と棚橋さんの合計から仕入れ債務を引いたもの「まあ、賞味運転資本が1300である」っていうふうに言ってるわけですから、まあ、同様に仕入れ債務計算してあげれば1200っていうのが仕入れ債務の残高ということになります。はい、でここまで求まればあとはキャッシュサイクルの計算ですけども、まあ、売上債権回転期間 まあこの冬期末のの末末売売上再建次期末の売上期、まあ、合算して割る2をしてあげた期中平均残高、まあ、これを売上で割り算し365日を常時言えば36.5日で次単さん回転期間期中平均残高のこの1,250これを分子にとって分母に1万6,000そこに365日を掛け算してあげた28点、まあ、ちょっと汚いんですけど515625日っていうのは求まります。 そして最後仕入れ債務回転期間がちょっと面倒くさいのが仕入れ高を使っていかなければいけないので時期の売り減に、まあ、時期の田野保さんの残高を加えてで当期末の田野保さんの残高っていうところを減算すれば、まあ、この時期の仕入れの金額っていうのを求めることができるんで、まあ、これをね分母に取っていかなければいけないっていうその点だけ気をつけてもらいたかったかなという内容です。で最終的に キャッシュサイクルですからこの売上債権回転期間足すタノさん回転期間そこから仕入れ債務回転期間を引いたこの31.03日っていうのが正解ということになりますね。よろしいでしょうか。まあこれはねこの空欄の推定がとにかく初見だと。 対応することとが難しいいのかなっていうこころでこれも正当可能性中という評価ではあるんですけどどっちかというと低寄りの中かなと思いますで次の問題12っていうのはこれ感度分析の問題で、まあ、これは同じ中という評価ですけどどっちかというと高寄りの中にななってくるかなと思います <laughs> 結局は次期の利益計画をねここの資料3番の条件を織り込んで作ることができるかどうかっていうだけの話なんでね もうこれは一個一個ね丁寧に計算をしてあげれば利益計画自体は作るのは難しくありませんので、まあ、計算条件ね、ね示されているものを全部織り込んで時期の利益計画っていうのを示せばこちらになりますんであとはこの PL に基づいてね、まあ、限界利益率っていうところを求めて限界利益率が求,めも求まれば固定費を限界利益率で割り算すれば損益,損益分岐点売上高が求まりますんでね。ね そこから安全有率っていうところも計算することができるわけですから、まあ、あとは流れ作業かなと思いますんで、まあ、ここの PL を作ることができるかどうか、まあ、こ,れにこれによってね、まあ、回答できるかどうか全て決まってくるという問題です、はい、だから見た目よりはね難しくないのかなと思いますこの問題はね、はい、<laughs> さっきのキャッシュサイクルなんか見た目簡単そうですけどあの結構トラップもあって 正解しづらい問題かなと思うんですけど、まあ、これ見た目はちょっと難しそうですけど計算してみればそんなに難しくはないっていう内容なんでねちょっとパッと見では気づきづらいかなとは思います。で次の問題13、まあ、原価管理の理論ですね。まあ、これはシンプルな内容ですね。まあ、標準原価っていうのはこれ原価標準に実際の生産量を掛け算したものになりますから標準生産量っていうところが誤りですね。 選択肢のう、まあ、これは接中方式による目標原価の計算が問われているわけですけど、まあ、許容原価っていうところをねまずは設定した上で成り行き原価とのすり合わせを行っていくことになりますんでね、まあ、許容原価のことが全く何も言及されていない時点でね「う」はおかしいということがわかるかと思います。はい、で次の問題14。 まあこれが今回のの計算問題だとと一番難しいいかなと思いますちょっとこの講義をねあの収録している段階だとあのすごいショートカットした計算みたいなものっていうところがまだ私も気づいてはいないんですけどあのすごいスムーズに計算できる方が場合によってはあるのかなとは思うんですけどもまずあの計算についてはねここは難しくないんですよ。まあ、なかなか資料が頭に入ってこないっていう問題はあるのかなと思いますけど、まあ、ヒントはここなんですよね。 このあの計算を行っていくにあたってヒントとしてはこちらのこの特別注文を受けると引き受けると製品単当たりの製造原価は0 1 1 3千円低下するって言ってますね、まあ、注文を受けることによって、まあ、この製造数量っていうのが増えてね1個当たりの固定費負担っていうところが減るわけですよこの0 1 1 3 3 0 0円っていうのは製造原価と言ってますけども、まあ、これ固定費が低下してるわけですよ固定製造原価 まあ製品1個当たりの、まあ、製造固定費の金額っていうのが、まあ、0 1 1 3千円低下することになるとそこに着目して計算をしていけばいいと特別注文を受ける前の次年度の製造販売数量予定量は5000個でね製造固定費っていうのは3390なんですよだから 3390÷5000 個をしてあげれば、まあ、1個当たりのね製造固定費っていうのを算定することができ そこから零点一一三千円っていうのを引いてあげれば、次年度零点五六五千円っていうのが製品単位あたりの固定費になります。で、これを固定費の金額合計三三九ゼロに対して割り算すれば。次年度特別注文を受けた場合の生産数量六千個っていうのを計算することができるんで。この六千個から特別注文を受ける前のね。生産予定量五千個を引いた千個が特別注文の数であるっていうふうに計算することができます。 ここれが一番無駄のなないい計算ということうになりますね。おそらくね初見だとあの文字式を2つとか使いながらね連立方程式を組んでガチャガチャ計算された方もいらっしゃるかと思うんですけどもそれやってるとねあの時間が本当にかかりますから、まあ、こういう計算をやってあげるのが一番スマートな解き方になるかなとは思いますただ次のね空欄囲の計算についてはちょっとスマートな解き方が現時点ではあの分かってないんですけども、まあ、もしかしたらあるのかもしれないんですが。 一応、まああのー、回答プロセスはこちらになるんですけども、まあ、製品単位当たりの変動製造原価のデータっていうのが示されていないんで、ここをまずは、ね、推定していかなければいけないだろうというところで、この次年度特別注文を受ければ、売上総利益率が1.04ポイント低下するって言っていますんで、売上総利益率が1.04ポイント低下するってことは、売上の原価率が1.04ポイント上昇するわけですよ。 だから売上総利益率に着目するよりもね売上の原価率に着目してあげた方が変動製造原価、まあ、ここの推定っていうところをね行う上で少し計算プロセスを楽にすることができますんで、まあ、そう計算を進めてもらうのがいいのかなと思うんですけど、まあ、具体的にこの製品単位値の変動製造原価を、X、と置いたときにこの特別注文を受ける前は、まあ、5000x これで変動製造原価で固定費3390円。 まあこの合計割ることの5,000円かけるこ5 0 0 0個これ売上げですね、まあ、これで売上げの原価率が求まるわけですよ売上げの原価率特別注文を受ける前の売上げ原価率っていうのはこちらになりますでそこに 1.04%0.0104、まあ、10っていうところを加えてあげたものが特別注文を受けた後の原価率になりますんでね売上げの原価率になりますんで 注文引き受け後、6000個製造するわけですけど、6000X プラス3390円、これがまあ売上原価で。売上高は5000円 ×5000 個プラス5000円 ×0.5、まあこれ半額で、ね、特別注文というのを対応していくことになりますので、ここももしかしたら見落としている方いるかもしれないんですけど、これ半額でって書いてますからね、半額。2500円で特別注文を引き受けることになりますので、まあ、そこに1000個。まあこれで 注文を引き受けた場合の売上高を計算することができるんでね。分子に売り減、分母に売上高、これで注文を引き受け後の売上の減価率を算定することができる。で、この方程式解いてあげれば1.25千円っていうのは求まるんですけど、ただこの方程式自体がちょっと計算煩雑なんですよ。で、これをね、慌てずに綺麗に解ききれる方っていうのはあんまりいないと思うんですよ。 ここの線符が分かればね、この方程式を立てること自体はできた方いると思うんですけども、方程式そのものがうまくね、解けないなというところで、ケール・スミスが非常に生じやすいね、計算過程になっているんで、まあ、実践的にはどうすればよかったかっていうと、これなかなかね、難しいと思うんですけど、あの、実践的な解き方としてはね、ここがね、ヒントになるんですよ。これ最後の一文で、この問題ね、 販売費については、一切特別注文を引き受けても、かからないと。まあ、変動販売費についても、相手方が負担してくれるっていう前提の問題なんですよ。ここに書いている通りね。変動製造原価のみが、この注文を受ける際の差額原価であるっていうふうに書いてるんですよ。だいたいこういう問題っていうのは。 わざわざ変動販売費のデータが与えられているわけですからこの変動販売費も間違って折り込んだ場合のこの差額利益の計算っていうのも選択肢に用意されているだろうなというねそういうちょっと実践的な判断のもとねこの選択肢の1番と2番見てあげると550差があるんですよこの550ってまさにねこの1,000個の変動販売費仮にかかった時の金額なんですよ。この変動販売費って もともとは2 7 5 0千円予定していてこれ5,000個で割り算すれば1個あたりの金額求まりますんでそこに1,000個を掛け算すればちょうど550って答えが出てくるんでね計算結果出てくるんでその550の変動販売費っていうのを間違って折り込んでしまうとイの回答ははになるはずなるずんですよなかなかそんな冷静な判断できる方少ないと思うんですけどただ一番無駄がない計算というかね あの回答を選ぶっていうのであれば今のように、まあ、この550の差に着目してね、まあ、550小さい方はこちらダミーだなとだから2番が正解だっていう判断をできると、まあ、はそういうい判断がでできるんですよ、まあ、もちろんね試験問題においてねそういった判断をしてくる受験生とかも想定した上で選択肢を作ってくる可能性もなきにしもあらずなんですけども、まあ、そこまではまあ深読みしなくてもいいのかなっていうところでね この計算プロセスっていうところを解きたくない方は今のような実践的な判断で選択肢は2番であるっていうところが2番が回答であるっていうふうにね判断することができるという内容なんですよろしいでしょうかあ <laughs> あとはねね不安であれば、ね その2番が正解であるっていう前提のもとね、この1250千円差額利益が生じるってことは、1個あたりの差額利益っていくらなのかっていうのを計算できますよね。この1250割ることの1000個で1.25千円なんですよ。1個2.5千円で販売したものの差額利益が1.25ってことは、1. 2.5引く1.25で変動製造原価は1.25であるってことがわかりますんでね。 1> 1. であると一応この式を立ててみてこれうまくねあの変形できないなって思った方はじゃあこの1.25の、まあ、この2番が正解であるという前提のもと1.25っていう変動製造原価のこの単価、まあ、これがちゃんと合ってるかどうかをこの式に入れてみてあ合ってるなというねそういった安心感を持って解答に臨んであげるっていうのがよりスマートな解き方なのかなとは思います、はい。そうすれば安心感を持ってね 正解選ぶことでできるんでねさっきのね差額に着目して2番が正解っていうねこの判断をしていくだけだとちょっと不安っていう方は一応念のためね2番が正解という前提のもと製品1個当たりの変動製造原価」っていうところを逆算してあげてこの式に当てはめてみて合ってるかどうかを確認すると。まあ、最後時間に余裕があればねそうしてあげれば よより確実なな正解っていいいううののを出すすこととがでできるのかか思います、はい、よろしいでしょうか、まあ、ただ実践的に問題14は解けなくても全く問題ありませんので、まあ、できた方はね相当自信持ってもらっていいとは思いますかなり対応力高い方だと思いますねで次の問題15設備投資ですけれども、まあ、これはね平成31年の第1回かな。 1> 1回のとということになりますんでねあのその過去問とかやっていた方であればね、まあ、この運転資本に関するデータの与え方っていうのはどこかで見たことがあるなっていうね、まあ、そういった印象を持たれた方が多かったのかなというふうに思うんですけども、まあ、それやってないと、まあ、なかなか初見だとそんなに正当可能性高い問題ではないとただ選択肢の絞り込みは簡単というか 2000×6 年度の税引き後の利益っていうのはこれ別に計算難しくないですから少なくとも このあについいいててはね、正解してもらいたいんですよ。で、あ」の選択肢さえ正解できればもう2択前で絞り込みができるわけですからね。あとはこれもちょっと邪道なんですけどもこれ選択肢がね 普通これ2九八八が上で4一二一が下に来るのが普通かなと思うんですけどもあえてこれ上に置いてくるってあたりねこれ1番を正解にしたいっていうねそういったまあ意図がちょっとすえくすけて見える部分もあるんでねあんまり2番を正解にしたくないなっていうそういった意図が感じ取れるわけですよ。まあこんな別に判断した上でね選択肢の絞り込みしてほしくはないんですけども。 ただまあ2番だとねどうしても「感電2番」っていうふうに答える方もいらっしゃるんでね、まあ、そういったものを防ぐために1番にしてるのかなっていう、まあ、そういった試験の先生方の意図っていうのをちょっと感じるところがありますんでまあなんか怪しいなというふうに思って、まあ、1番正解できた方ももしかしたらいるかもしれないですね。はい、でまあ問題自体はねもう運転手法の取り扱いさえ気をつけてもらえれば、まあ、特に難しくないサークのキャッシュローさえねもう計算できれば何にも問題はないかと思います。 まあ運転資本については、これ、増減額部分っていうのがキャッシュフローとして加味しなければいけないところなんで2000、2000×4 年度っていうのは、この3980運転資本投資っていうのが生じるとで。で、2000×5 年度っていうのは、それが回収されて、また新たな投資が発生するっていうところで、この増減額部分、520増加するっていうところがキャッシュフローのマイナスとして、計算上加味していかなければいけないと。で、×6 年、×7 年っていうのは、これはまあ回収の方が大きいというところでね、キャッシュフローにプラスをしていけばいいというところで。 まあ、2000×6 年度のキャッシュローの計算が合っていれば 2000×4 年 ×5 年は絶対合ってるでしょうからね復習される際には ×6 年度のこのサークのキャッシュローの計算ができるかどうかを確認してもらえればいいのかなと思います <laughs> よろしいでしょうかで最後問題16文献化組織ですけれどもまああと絵が正解ですねまあちょっとね悩ましいところあるのかなと思うんですけど まあ、あについてはねこれは事業部長の業績評価ですからね、まあ、伝統的にこの管理可能性に着目をしていく必要性がありますんで、まあ、管理可能でないものはその事業部で発生したものであったとしても事業部長の評価からは、ね、除外してあげる必要性があるだろうと。あについては正解と。で「い」についてはちょっとね不安を覚えた方いると思うんですけど。 まあこのアメーバ組織ですから当然時間当たり採算による業績管理っていうのを行うことになりますんで、まあ、全ての機能を持つ独立採算性っていうねここがおかしいというところですねそもそもね一つのアメーバに全ての機能なんてを持たせたらかなり巨大な組織になってきますからねもはやミニプロフィットセンターと呼べませんからその他のイメージっていうのはついたかどうかですね、はい、で選択肢のうこれ事業部自体の業績評価の話をしているんで管理可能利益っていうのはおかしいと。 いうところでまあ、意図が明らかな誤りただ絵についてもねちょっとまあ不安を覚える方多いんじゃないかなと思うんですけど、まあ、グループ経営において経営資源の有効活用を図る手段としてっていうここがねちょっと合ってるのかなっていうふうに一生思ってしまうところなのかなと思うんですけど、まあ、後半の記憶は特に問題ないじゃないですか社内またはグループ内の複数の組織で行えているこういった経理や総務といったまさに間接業務。 まあこれを物理的に1箇所に集めていくそういったマネジメント手法がシェアードサービスセンターであるというところで、まあ、シェアードサービスであるというところでここの記述は特に間違いではないじゃないですかただまあ経営資源有効活用と言われると、まあ、シェアードサービスセンターを、ね、わざわざ設ける目的っていうのは、まあ、主な目的っていうのはこれ原価低減、まあ、原価のそういった削減っていうところが、ね、主たる目的になってくるわけですからね。 原価に着目しない記述になっているっていうところでどうなのかなっていうところでね、まあ、ちょっと不安を覚えるところではありますよね。まあ、経営資源がね重複している部分っていうところをね、まあ、これをまあうまいことねあの削減していこうっていう意図があるわけですけども資源の重複を回避ししてていいこうとしているわけですよ。まあ、そういったところからまあこういった資源の有効活用という表現につながってくるわけですけども。 まあ若干初めて読んだ時には違和感を覚えやすい記述になっているのかなとは思いますんで絵、まあ、についてもこれ判断つかないなっていうところでね一応正当可能性は中という評価にしているとただまあ明らかに意図は誤りなんでね正解してほしい内容ではあるんですけども、まあ、少しね保守的に正当可能性っていうのを最後ねまた見積もっていますだからまあこれもちょっと面倒くさい表現ではあるんですけどどっちかというとこう寄りの中かなと思うんで まあ場合によってはねちょっと私が初めに示した目標点数、まあ、それよりもほんの少しね管理会計単体で見た時のボーダーラインっていうのはまあ超えてくるかなっていうふうに思う部分はあるんですが、まあ、とりあえず現時点ではね、まあ、60点程度っていうところを、ねまあ、目標に考えていただいて、まあ、それぐらいの点数を取れたかどうかっていうので自分の出来栄えをねフィードバックしていただくといいのかなというふうには思いますはいよろしいでしょうか <laughs> まあ以上がね 本試験の今回の公表と解説ということになりますので、まあ、冒頭でも申し上げました通りね、ありまた詳しい、ね、あのそういった今後の対策みたいなところについては分析会の方で改めてお話ができればなと思いますんであので今回の試験の結果ですね、あの自己採点してみて、まあ、あまり芳しくなかったなというふうに思われる方でちょっと今後、管理会見の対策どうしようかという,ふうにちょっと悩まれている方なんかは、まあ、ぜひ分析会の動画の方ね、あをご覧になっていただければなと思います。ので。 あのそちらを、ね、ぜひご参考ください、はいまあ、それでは管理会計の内容については以上となりますので、えー、皆さん本日は、えー、本当にお疲れ様でした。